皆さんおはようございます。朝刊原田の時間です。今日もね、元気よくお目覚めのことだと、思います。四大教育シリーズ。昨日は思いを伝える理念教育。話やったね、なんかジーンときますよね。じゃあその第2番目、四大教育シリーズその2です。これは今まで何度もお話をしました。重複重なりますが、皆さんクレドで落とし込みましょう。心のコップを上に向ける態度教育。心のコップを上に向ける態度教育。元気アップでいってらっしゃい。思いを伝える理念教育、心のコップを上に向ける態度教育。だから理念教育と態度教育という2つの教育が出てきたということだよね。もう心のコップ上に向けるはもう今までクレドで何度も話をしてきましたね。え、態度教育ということも言うたよね。家庭で行うのは子供の心のコップを上に向けることは、これをしつけやったね。しつけね、え、血縁のない状態で人と人がパブリック公の場所で行う教育、受ける教育のことを心のコップ上に向ける態度教育。海外ではアチチュードトレーニングなんてね、有名になってきました。だからしつけイコール態度教育と思ってくださいね。愛情を持ってその我が子、愛情を持って児童生徒、愛情を持って社員をね、心のコップ上向けてね、生き生き元気な自立した人、自立型人間に育てる、そのための姿勢、態度、それをスイッチオンにするための教育、しつけ、これが態度教育ということでしたね。クレドではいつも説明しますように、同じようなことを何度も事例を変えたりとか、同じような思い願いをクレド自身の言葉を変えたりして、皆さんにこうやってこうやって360度ね、あらゆる方向から反復連打で落とし込むということなんですね。だから今日のこの話もそうですね。四大教育というシリーズの中で心のコップを上向ける態度教育で説明しますけども、でも内容は今までの復習や。だから態度教育のコツは何やった？それは家庭と家庭と学校、家庭と会社で何？清掃、奉仕活動を続けねんね。それから成長の三原則、何やったかな？時を守る、場を清める、礼を正すでしたね。そして清掃、奉仕、今流行りのエコ活動と、そのことを行うことによって人の環境のスタミナが取れて、我々のスタミナがなくなっていって、スイッチオンになってくると。で、その時に大事な方程式が、パフォーマンスは何をかける、どんな気持ちで、感情で、すなわち、ブスッとしないで、ご機嫌に学ぼうぜ、ハイタッチ、イエーイっていうことやった。これが何かって言ったら、四大教育の中の態度教育ということになります。わかる？わかる？大事やね。しつけ一緒よ。態度教育一緒よ。で、その態度教育の時に昨日勉強した思いを伝える理念教育。皆さんを自立させたいねんって。だから態度、しつけ、教育するよっていう入りをすると非常にマイルドに根付くというふうに考えてください。突然、何それ、遅刻すんな、なんとか、罰則、クレーム、わーってやってもうまいこといけへんよね。だから昨日の思い、理念教育があって、態度教育があって、それがセットでマイルドに人に伝わるというふうに考えてください。ぜひ皆さん、今までのクレドで学ばれた職場に対して我が子に対してのしつけ、態度教育を今日の話をもとにもう一度考えていただいて、思いを持って行ってみてください。実践する皆さん、そしてそれを受ける子ども、家庭、学校、会社、どのように変化をするでしょう。きっととてもマイルドにあったかい職場、家庭、学校に変化をすると思います。それを今日は試しながら一日の活動を送ってみてください。今日のクレド、心のコップを上に向ける態度教育でした。ね、いいですね。元気アップで行ってくださいね。拍手お願いします。よーお、行ってらっしゃい。学校、教育の中に答えがなかったら違う世界に行くといいよと。先生、わかりました。ヒントいただきました。先生、じゃあどこに行けばいいでしょうか。自分で考えろっていう話だったね。で、中小企業の再建の神様にお会いして、テレビに出てあったから、その方にお話を聞いたら、先生、
難しいことは分からないけども、中小企業で倒産する、潰れてしまう会社には傾向特徴があるんだよ。職場に入った時にパッと社員さんがいらっしゃいませ、こんにちは、ニコニコっていう会社はええよねって